はい、宇宙。皆さん、こんにちは。アニマルランドにようこそ。ですね、今回は、軽量化というよりは、まあ、軽量化にもなるんですけど、スプロケ。リアの、カセットスプロケット。カセットスプロケット。はい。こちらを交換しようと思います。今ね、11-40をつけてます。で、フロントが40。で、1対1でやってます。ただ、近所の山を登るのに、1対1で登らなくてもいい場所がいくつかあるんですよ。だけど、この、今ね、この構成が、いくつになってんだ ?40 の1個重いやつが34をつけてます。で、34を使うことはちょこちょこあるんだけど、40を使うことはほとんどない。というような走りをすることが多いんで、ちょっと試しに、こんなのを購入してみました。こちら。3レースのスプロケットなんですけど、11-36ですね。こちらを取り付けてみようと思います。じゃあ今のやつをね、外して重さ等もね、測ってみようと思います。ただね、これ重さ自体は、今ね、アルテグラクラスの重さのものがついてるんだけど、もちろんね、40で大きいんで、重さは多分あると思うんですが、こっち36なんだけど、これはね、重さ的にはね、多分、105とかそれぐらいのクラスじゃないかな。だから少しこいつは重いような気がするんですけど、まあその辺も、ちょっと外して調べてみようと思います。ではね、こちら外していきます。二つ、今まで使っていた40、11-40と11-36、この二つです。はい。構成が36、32、28、24、21。で、こいつが19。19で、その次が、これ裏返しか。19、17、15、これなんだ。13、12、11、うん、というタイプですね。で、こっちが40、34、30、27、25、23、21。で、こっち逆さまだね。18、16、16で、その次は13の11。うん。そういう感じですね。なるほど。ちょっと構成が少し違っていて、これはまあ僕が構成してるんですけど、この真ん中辺をね、ちょっと厚めにして、外っていうか、ハイの方をちょっと薄めにしてるっていうんですか。この辺をちょっと多めにして、こっちを先っぽの方をね、もう11のすぐ後を13にするとか、そういう感じで構成してます。だからあんまり使わない部分をね、こう、わざと開けてある感じです。で、こっちはもう最初の構成なんで、大抵ね、この、ハイ側の方がクロスに近い状態になってたり、クロスだったりっていう感じですね。11、12、13ですからね。はい。もうこの12飛ばしたくなるなっていう感じですね、僕としては。はい。では、これをね、まずこのまま、この重さを計測してみましょう。こちらから測っていきましょう。11-40。386。386です。はい。で、こちら。11-36。355。はい。軽くなりますね。31グラム軽くなります。はい。
ね、これもちょっと期待できますね。はい、ではですね、これ装着していきます。結構水分が入り込んでたんで、グリスつけておきます。このね、部品自体が錆びる部品じゃなくても、中に、例えば鉄分を含んだ、何かが入って、それに水分がくっつくと、それが錆びてきて、で周りに影響を与えるんですよね。それは非常にもったいないんで、せっかく錆びない部品を使ってるのに錆びてくるっていうわけのわからない状態になります。それを避けるためにこうやって、中にね、別のものが入らないようにしとくっていうのは結構重要だと思います。では一番最初にこれですね。はい、では閉めていきます。はい、こちらはね、もう今度はもう片方の手だけでできます。こういう感じで閉めていきます。はい、以上です。終了。はい、これでね、できました。これつけた時にこれガタつかないかだけチェックしてください。要は、なんでかというと、アルテグラが、ちょっとね、大きさが違うんですよ。8000シリーズですね。はい、ね、ちょうどね、いい機会なんでというかね、久しぶりに、ついでに、フレもね、直しちゃってます。はい。いい感じですね。はい。しっかり、フレも取れました。はい、ではね、これで装着していきます。こんな感じでね、黒い、かっこいい、黒いんでちょっとかっこいいですね。はい、取り付けたんで、動作確認をね、ちょっとしていこうと思います。これ動かして、そうだな、このまままず行ってみましょうか。おお、スムーズですね。あ、問題なしです。はい、いい感じで動きます。うん、これで全然いけますね。あ、いいですね。少しここ緩めてもいいかもな。もうちょっと上に上げる感じで。あ、けど距離的にはね、全然いいかな、これでも。もうちょっと上上がるとどうかなと思ったけど、これ全然いいな。ちょっとで細かく見ていきましょうか。はい、細かく見るといってもね、スプロケつけただけだから、今ね、この一番今ロー側のところに行ってて、これぐらいの隙間が空いてます。なんかちょうどいいんじゃないですかね。で、引っ張りの方はもうまだまだ余裕が全然ありますよ、これ。もっともっと引けると思います。
はい。で、このね、隙間からチラッチラッと赤い色が見えてるという。なかなか、かっこいいですよね。ちょうど、こう、赤と黒、みたいな感じになってますけど。いいんじゃないですかね。はい。このまま反対側に移っていくと、こうね、赤いのが結構目立ちますけど、まあね、走ってても誰も気にしてくれはしないと思いますけど、うん、はい、そんな感じです。ではね、今ピンピンに伸びてるとこなんで、このまま戻していきます。はい。うん。いいね。スムーズスムーズ。これ、ちょっと乗りやすいかもしんないね。どんな感じになるだろう。これでね、ちょっと、どんな感じになるのか楽しみですね。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、今回はですね、こちらの、1136のスプロケット、3レースのスプロケットですね。取り付けてみました。重さとかはね、なんすか、105クラスなんで、アルテグラクラスよりはちょっと重いかなーってぐらいの感じなんですけど、まあ36っていうサイズでアルテグラっていうのはないんで、まあこんな感じで、ちょうどね、マウンテンバイクのやつで、その大きさがあったんでやってみました。はい。で、ね、アルテグラのディレイラーだと、34までしか対応してないんで、GS の方でね、34なんで、今回は GRX を使ってやってます。まあ、もしアルテグラでやる場合は、下駄をかますとかしないといけないんですが、下駄をかましてしまうと、11の、要は排側の方が広くなっちゃうんで、チェンジの仕方がね、ちょっとぼやっとした感じになるんでね、今回はこの GRX でやってます。まあ GRX だとね、こう動きが、このでかいスプロケ用にこう動きがあるんで、小さいとこから大きいとこまで綺麗に動いてくれるんで、ちょうどいい感じで動いているようです。でね、ロー側の方の大きい、このスプロケの方は40から4042っていうのが GRX は、推奨サイズなんですけど、まあ36はそれより小さいタイプなんで、まあうまく動いてるんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、今回はね、これで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いやこんなの配信してます。ぜひ見てくださいね。